はい、毎度おなじみ天の声です。今回はみんな大好きデカ盛りの聖地、群馬県の太田市にありますイタリアンレストランピアさんで激アツメガ盛りナポリタンのチャレンジに挑んだ時のやつ。制限時間は30分で完食すれば料金無料、失敗時は4250円のお支払いですね。まあ、ちなみにね、量の方がこれね、一応6人前らしいんですけど、ほんまかこれ。だいぶね、量多く見えるんですけど、僕の感覚が間違ってなかったら、6人前、かっこ6人前とは言ってない、もしくは1人前の量がバグってるかだと思います。さあ、無事にね、クリアすることができたのか、早速本編の方へと参りましょう。どうぞ。さあ始まりました、激アツメガ盛りナポリタンチャレンジ。制限時間は30分で完食すれば料金無料、失敗で4250エソのお支払いですね。まあ、種類はね、ナポリタン、ペペロンチーノ、そしてね、和風スパゲティの3種類から選ぶことができて、まあ、多分ね、一番楽なのはさっぱりしていて食べやすい和風なんですけど、まあ、小さな頃からお子様ランチで慣れ親しんできたホームグラウンドとも呼べるナポリタンをチョイスしました。まあ、冒頭でも触れたようにね、まあ、一応ねこれ6人前らしいんですけど、まあ、正直ね全然6人前には見えないですね。6で割ってね、普段みんなが食べているような大きさになる気がしないです。まあ、1人前かっこお相撲さんかもしれない。まあ、6人前30分って聞いた時はね、もろたで食うぞって思ってたんですけど、まあ、実際にねこれ見た感じだと、まあ、結構ギリギリの戦いになる気がしております。まあ、ってことでね、ちょっともろたで食うぞから一遍、まあ、気を引き締めて序盤から割と前のめりに食べていってるんですけど、まあ、気になるお味の方ですね。まあ、ボリュームのやばさで持ってかれそうになりますけど、まあ、よく見るとね非常にうまそうな見た目をしておりまして、まあ、そしてねそれに違わぬポテンシャルを秘めておりました。まあ、香ばしく炒められたもちもちの細麺には熱が通って甘みが引き出されたケチャップがたっぷりと絡んでおりまして、上にかかったパルメザンチーズと一緒に絡めて食べるとねめちゃくちゃうまいですね。またね具材もねかなりね麺に対して多い割合で入っておりまして、まあ、ピーマソ、ベーコン、玉ねぎとナポリタンといえばのテンプレ的なものが勢揃いしてます。で、まあ、手前にあるねこのピーマソを見てもらったらわかるんですけど、まあ、全体の量が多いだけではなくて、まあ、一個一個の大きさもねかなりでかいんですよね。まあ、ただねしっかりと炒められてるんで食べにくいとかはなくて、まあ、香ばしく炒められていることで引き出される甘みとか、まあ、でかいことでねより感じられる具材の食感が麺を食べている中でのいいアクセントになって最高すぎます。強いて欠点を挙げるとしたら、まあ、僕が下手くそなだけな気もしますけど、まあ、具材でかすぎて直接麺に絡めにくいことぐらいですかね。マジでね、僕麺に具材絡ませるの苦手というか下手くそで、もうペヤングとかでもね毎回隅っこの方にねキャベツ大量に固めちゃうんですよね。もしね麺に具材絡めるのを自信ねきの方いらっしゃいましたら、まあ、ぜひねコメント欄でコツの方を教えてもらえると幸いです。さあね、食レポも終わったところで、皆さん気になっているであろうこのお店の通常メニューの方について紹介していきたいと思います。なんせねこれで6人前ですからね、1人前の量どないなってんねんって話ですけど、それはねまた後ほど解説いたします。改めてこのお店ピアさんなんですけど、イタリアンレストランというだけあってならではの定番メニューはもちろん、お店シェフ独自のオリジナルメニューまで100種類以上の豊富なメニューを取り揃えられております。まあ、さすがにねちょっと全部紹介していると尺足りなくなるんで、まあ、この動画ではねいくつかメインのものをピックアップして紹介したいと思います。まずはね本日も食べているスパゲティ系統ですね。まあ、ナポリタンやカルボナーラなど定番どころはもちろん、イタリアンレストランなだけあってボンゴレ、モンテマーレなど普通のお店がついでに出してるようなスパゲティではなかなかお目にかかれないようなものが揃ってます。まあ、大体ねお値段は1000円前後ですね。結構お手頃。ただここまでの話だと、まあ、よくも悪くもねお値段少し安めのイタリアンレストランって感じなんですけど、まあ、問題はね
問題というか、まあ、着目するべき点はその量ですね。まあ、冒頭でも申し上げたように、まあ、明らかにね、6人前の量多かったのもそうですし、まあ、実際に口コミとか見てても、まあ、ペスカトーレや他店の麺が 1.5 から2倍くらいで、具材が2から3倍くらいと、かなりボリューム感たっぷりですみたいな感じでね、まあ、とにかくボリュームやべえの書き込みがね、たくさん見られたんですよね。ってことでね、私、しのけんちょっと気になったんで、まあ、スパゲティ普通盛りがどんぐらいの量なのか実際にお店の人に聞いてみました。まあ、そしたらね、案の定というか、まあ、衝撃的な回答が返ってきてですね、まあ、なんと並盛りで乾麺 180g 使ってるらしいです。 180g やばいでしょ。もう参考までね、だいたい一般的なスパゲティの並盛りってね、80から 90g ぐらいなんですよ。まあ、つまり並盛りがすでに倍ぐらいあるわけですね。まあ、しかもね、このお店プラス160円という非常に良心的な価格で大盛りができるんですけど、まあ、そうすると量が 1.5 倍になりまして、使用している乾麺の量は驚異の 270g になります。まあ、つまりね、一般的なお店の並盛りの3倍の量になるわけですね。もはやね、スパゲッティ界の二郎ラーメンといっても過言ではない量なんですけど、まあ、そらね、6人前この量になりますわ。だってね、実際は12人前ですからね、これ、まあ、12人前って言われたら、まあ確かにってなる量です。で、このね、あの量であることを踏まえた上で、改めてね、値段の方を見てみるとね、まあ、かなり安いですよね。もう1000円前後で他店の2倍の量のスパゲティが食べられるわけですし、まあ、食レポ中でも触れましたけど、具材の方もね、かなり量が多くて豪華なんですよね。まあ、デカ盛り店のスパゲティって、まあ、コストな関係上、具材はシンプルになりがちっていうのがね、どうしてもあるんですけど、まあ、このお店では一般的なイタリアン相当の具材どころか、まあ、それよりむしろね、多い割合のまま巨大化しているわけですから、格安の大盛りオプションも考慮するとマジでコスパが最強すぎます。まあ、これだけでもね、十分なんですけど、さらにお客様の満足度を上げているのがセットで付けられるプリン。まあ、こちらね、お店手作りのトロトロプリンで非常にうまそうな見た目をしておりまして、まあ、コンビニとかだとね、少なくとも200円以上はしそうなものですけど、これがね、なんとたったの120円。ランチだとね、60円という、まあ、駄菓子にも負けぬ圧倒的安さでつけることができます。まあ、倍の量あるスパゲティに手作りデザートまで食べてね、まあ、1000円ちょいはマジでね、やってることやばすぎますね。これね、圧倒的コスパとメニューのクオリティの高さから、このお店ピアさんは隠れたデカ盛り店として、地元およびデカ盛り界隈では有名となっております。あと気になったメニューはピザですね。お値段900円前後の20センチのものと、お値段1000円ちょっとの直径30センチのものがあるんですけど、いやね、30センチでかくないか。参考までにね、皆さん大好きピザハットさんの L サイズピザがね、直径31センチなんですよ。それより少し大きいドミノピザさんで33センチです。まあ、ちなみにね、M サイズがだいたいどこも25センチとかなんで、このお店のピザは極めて L サイズよりの L と M の間ぐらいのサイズと言えそうです。まあ、メニュー表にね、サイズについて何も言及されてないんですけど、しれっと普通にやばい大きさしてますね。それを踏まえてね、改めて値段を見てみると、このサイズのピザを焼きたて1000円ちょいで食べられるのはね、スパゲティ同様にかなりコスパがいい気がします。まあ、宅配ピザの M サイズを、ね、2枚頼んで1枚無料にしたり、まあ、テイクアウトで半額にしても、まあ、1枚あたり、ね、1500円ぐらいしますからね。そして、ね、今紹介したスパゲティやピザ以外にはこれまたイタリアンで定番のライス系のドリアやグラタンもあります。だいたいお値段1000円前後。まあ、これらね、非常にボリュームたっぷりで、スパゲティ同様、わずか160円で大盛りにすることもできます。特にドリアン大盛りは、一番シンプルなエビドリアンでも約 700g と、すき家の牛丼メガ盛りをも超えるぐらいのサイズになってくるんで、まあ、普通のね、大盛り感覚で頼むと、まあ、激沈まではいかなくとも、腹パンで動けんくなるぐらいにはなってしまうかもしれません。まあ、他にもね、200g のボリュームたっぷりな柔らかハンバーグのついたハンバーグステーキなどが代表する大人気肉料理たちや、まあ、ショコラパフェやケーキなどが揃うデザート類など、まあ、非常にね、魅力的かつお値段以上のお味量を誇るメニューがたくさんありますんで、まあ、よければね、ぜひ公式ホームページのメニュー一覧よりチェックしてみてください。
さあ言うてはね、残りが約10分となりました。まあ残り10分でこの量だとね、パッと見余裕ありそうなんですけど、今まさにスプーンに持ち替えて回収し始めた大量の具材たち、まあこれがね地味に食べるのに時間かかってですね、まあ何やかんやりギリギリになりそうな雰囲気が漂っております。いやーね、具材多いっていうのは普段やったら嬉しいんですけど、この時ばかりはね裏目に出ましたね。さあちょっとねラスト10分弱で間に合うようにより一層気を引き締めて食べ進めたいと思います。まあそういやね、このお店ピアさん通常メニューだけでなくチャレンジメニューの方も豊富でして、まあ、今回挑んだメガ盛りスパゲティ以外にも4種類のチャレンジがあるんですよね。まず一つ目がこちらメガ盛りドリアン、まあ、通常メニューではあるドリアが魔改造されたもので総重量は3キロ、まあ、制限時間は30分で成功時無料で失敗時は4250円のお支払いです。まあ、ハンバーグとね、ベーコンと卵が入っててボリュームやばいんですけど、まあドリアンは飲み物なんで、まだなんとかなりそうですね。ただね、この他の3つはシャリになら難しさをしております。まずはこちら、カツレツ&ハンバーグミートスパゲティ。まあ、ハンバーグ6つとカツレツ4個がデデンと丸々入っておりまして、そこに6人前相当のミートスパゲティだそうです。いやね、ここからさらにね、具材ウィッスって増えるのやばすぎますね。なぜ増やそうと思ったのか。しかもね、どっちもごついんですよ。まあ、ちなみにね、ポップには総重量 5.3 キロって書いてますけど、まあ、正直6キロ以上はある気がしますね。そしてね、この圧倒的な量の一方で制限時間は据え置きの30分。マジでね、増えた分のカツレツハンバーグ、どこで食えばいいのか行方不明なんですけど、まあ、難易度はかなりやばいことが予想されます。そしてね、3つ目に紹介するチャレンジは、メガナポリタンスペシャル。まあ、今回のね、ナポリタンにハンバーグが加わって、ついでにナポリタン自体も10人前相当にパワーアップしております。まあ、これもね、5.3 キロって書いてますけどね、多分6キロ半ばぐらいありそうですね。もう見るからに無理なチャレンジですけど、制限時間は40分。申し訳程度に10分延長されてますけど、まあ、その増えた10分でできることって、せいぜいで増えたトッピングのハンバーグと遊ぶぐらいな気がするんで、まあこれもえぐい難易度ですね。そしてね、ラストに紹介するチャレンジは、メガ肉盛り。まあ、こちらね、鶏肉、豚肉、ハンバーグと、お肉オールスターが乗った、いかにもやばそうなメニューで、総重量は 5.5 キロ。まあ、全5系、しかもほぼ全てお肉と、完食すらかなり厳しそうな内容にもかかわらず、まあ、制限時間で40分しかないんで、まあ、言うまでもなくエグいチャレンジです。もうね、ドリア以外で全部ゴリラみたいなチャレンジしかない。ただね、失敗料金は6400円と、肉尽くしの内容にしては良心的で、まあ、しかもね、これシェア可能なんですよね。なんで何人か行って、これを頼めばかなりコスパ良く肉祭りを堪能することができます。でかい肉盛りを拝めるってロマンもありますんで、もし興味がある方はぜひ検討してみてください。まあ、以上がね、ピアさんのチャレンジメニューですね。マジでね、特に後半3つはソシャゲのエンドコンテンツ級の難易度でして、まあね、ヤムチャレベルだとね、最初に紹介したドリアン以外だとワンチャンなさそうですね。さあ言うてる間にチャレンジの方も完食しそうです。いや、なんとかね、間に合ってよかったですね。ラスト一口しっかりと回収したら、ごちそうさまでした。ってことで無事にチャレンジ成功できました。いやマジでね、過去で一番苦戦した6人前かもしれん。ただね、味の方はねめちゃくちゃ美味しかったですし、途中紹介したように通常メニューの方もねいい意味で量も値段もバグってるんで、まあ、よければね皆さんもぜひ行ってみてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。またよければ次回もよろしくお願いいたします。さよなら。